おはようございます。いただきます。いや、美味しかった完食です。今日はまあ涼しい感じですね。それじゃあ失礼します。ただいまから27番捨てて鴻宮さんに鴻宮寺に向かって進みます。この浦島さんが次の宿、遠野浜さんかな、まで荷物を持っててくれるということなので、大津場に甘えて、今、こんな感じですね。必要なものだけ入れて、進みます。今日も素晴らしい。天気です。おかげですでに暑いですが、ただいまの時刻は暑いです。クジラ館ありますが、開店は9時からということです。昨日金剛教授さんで。クジラの関係はここに移ったと言われたんですが、ここからまた、どっかに移ったというのは今店の人に聞きました。ということで前に進みます。ここ、55号線沿いの、吉良川という町ですが、ここはその和歌山から備長炭の製造方法を学んで、日本を代表するような備長炭の製造の町になったそうです。ちょっとその町並みを今から見ながら歩きたいと思います。なんか町並みに独特な感じがありますね。おはようございます。いい街並みですね。中もですか。中はね、すごいもう空気が違います。さあ、備長炭夏にすごい涼しい。中ちょっと入っただけでも、もう誰かだけど住まれてるんですよね。こっちお前はというか、ここはもう住んでないです。向こうの方住んでるけど、もうここすべて空き家です。建物としてはもう100年以上ですか。もう100年以上。入り口のところに書いてありましたけど、備長炭の関係の栄えでこの町ができた。ここは備長炭にあるよったかどうか分からない。昔お金かっていうじゃん。あ、そうです。私らが住んでると思う。素晴らしい家ですね。すごいですね。あ、これ倉庫ですか。蔵ですね。これ蔵です。ありがとうございます。すみません、忙しいところ。この赤いレンガ、あちこちに使ってるんですが、これは、大阪に、備長炭を船で持って行って、帰りに船が軽くなるんで、このレンガを乗せて帰ってきたということで、あちらこちらの壁に使われているところです。そうですね、ずっと向こうまでレンガになってますね。ここまで来たら絶対に通り過ぎてしまうような場所でした。天井
天皇上位、その活動の中で土佐藩で亡くなった23子の墓があるということです。今甲の峰神社の看板が見えてきました。こちらは土佐湾が消え見えてます。そして目指す神社は あの一番高いあたりになると思います。今から甲の峰寺、甲の峰寺4キロ、下に甲の峰神社もありますが、明治になって神仏分離で、一度お寺がなくなり神社になったようです。いやー、嫌な予感。もしかしてあの上まで上がるのかな。高知県の中では一番の話ちょっと上がってるらしいですけどね。行きます。甲の峰寺にあと 1.5 キロぐらいのところで、遍路道に入りました。ここが高知県では一番の難所と言われる、遍路道になります。岩崎弥太郎、三菱の三菱財閥の創業者ですけれども、この弥太郎のお母さんは弥太郎の出世を願って、東北20キロの距離を21日間毎日この甲の峰寺に祈願に来てたそうです。この道を通ったかは分かりませんが、母は強しです。いやー、やっと駐車場に着きました。今どこだ。すみません、でまだ見ないから、この辺に神社が行こうと思ってます。もうちょっとありますね。甲の峰寺に到着しました。来ちゃった。仁王門です。皆さん真っ赤ですね。この手水のところの水が飲んでもよろしいですか。これが病を治すという水ですね。飲んでもいいということなんで、手水をやった後に飲みたいと思います。このお寺はこの参道脇のにその季節季節の花が咲くそうです。今はちょっと新緑が広ではないんで近くて、この後は紅葉になるのかな。
方に来ました。このお寺、歴史は古いんですが、明治の統治に、神仏分離ということで白神社になってますね。その後いろんな方が苦労して今の、お寺に復活したそうです。神社にお参りしていきたいと思ってますが、どこにあるのか今わかりませんので探してみます。それでは大使館に行きたいと思います。神社に何50メートルって言ってますね。私は元気になりましたよ。もうどんな階段でも行っちゃいますよ。神社が出てきてもすぐただ道があるのかな。これあかん、挫折しました。道がないみたいなんでやります。何ですかねこれ、中階段かっこいいか。だから冬はちょっと眠ないですよね。ゆっくり見たい方は見てください。いや大指導です。参道こちらにありました。400m。 あの真ん中じゃなくてこっちから行けるんだ。ちょっと行ってきます。いや後悔してます。神社まで300m、こんな道でした。いや、怖くない。年金の道だそうです。どれだ。ああ。クスノキはいくらでも育つみたいですけども、杉もありますよ、300年。900年、300年の杉もあると。じゃあ、神社向かいます。ああ、くしゃみが止まりません。素晴らしい。ちょっと上まで行きます。神社に到着しました。多分お寺よりも歴史が古いかもしれません。それでは、神の峰神社を後にします。今、農家所の人に確認したら、先ほど私が登っていた神社、あそこのところに、お寺の全部昔はあったそうです。それで神仏分離で上がれた時に廃寺にしてしまって形はなくなり今のお寺になったということでした。残念な話ですけどね。ではただいまから、28番札所行きたいと思います。ただその前に今晩は、この下下ったところの東浜遠野浜という民宿で泊まります。もう今晩の晩ご飯です。ちょっと早いですが、これ食べていきます。今日の宿の遠野浜さんに着きました。もうすぐ目の前海ですね。仲間が何をしてるか遅れと言うんで、今後勢はですね、これ宿に来たらまず洗ってですね、よいしょ。今日特にクモの巣とか途中のところが人があんまり通ってなかったところ来たんで、クモの巣がひどくて
そうです、そうです。次回もやっとさ、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。